みなさんこんにちは、トモヤです。今日はですね今日はですね、ビーガンになってきっかけをちょっとマナから聞いていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。緊張してるな、緊張してるな。いや、全然緊張してない。本番に強いって言ってたらいいんだよ。緊張ってなんだっけ。そうだね、そんな感じでまずマナから軽い自己紹介を。トモヤ、YouTube チャンネルをご覧の皆様こんにちは、マナです。はい、普段は、プラントベース 100% プラントベースの飲食店で、キッチンでご飯とかスイーツ作らせてもらったりとか、あとホールスタッフとして働かせてもらったりとか、あとミュージックバーで歌わせていただいたりとかたくさんしてます。で、脱動物美容主義、ビーガニズムを広める活動をしております。週に1回、みんなも知らないね、動物の実態とか、私自身も知らなかったことがたくさんあるので、知らない方々のそういう事実をどこにお金を払っているのかとか、動物とか今この瞬間を苦しんでいるかとか伝えると、最低では週1回はしようとしております。普段動画では動物のための路上活動、自分がいつも言ってる同じ活動を一緒にとかやってます。だからビーガンになったきっかけを教えてください。はい、私がビーガンになったきっかけは、シンプルに言うと、考察映像を見たことなんですけど、何の考察、その初めて見たときは、その豚さんの考察映像がずっと流れてるやつ、本当に何時間とか流れてるやつで、それを学校の帰り道の友達から、なんか LINE ポンと送られてきて、電車でイヤホンで聞いたのを覚えてる、その叫び声とかも、なんかすごい胸が苦しくなったのを覚えてる。その友達は何で送った？その友達はカナダに留学してて、高校2年生の時に、その授業でやったらしいよね、考察映像の映像をみんなで見たりとか、そのみんなが食べてるものとか、ものとして生きてる食べ物とか生きてるけど、動物の皮膚とかを見てるので、そういう、ファッションでも動物の理性被害者たちとか、そういう動物搾取のことをやったみたいで、それを送られてきて、で、本当にいろんなドキュメンタリーとかここで紹介されて、一番のインパクトはやっぱ撮影だけど、そこからもいろいろな映像を見て、これは自分は食べてたりとかするものとか、食べ物として見ていたものが、あ、殺だから来てたんだって気づいたときに、気づくまでちょっと時間かかっちゃったんですけど、これって、お母さんがいつも出してくれてる豚の、例えばだけど、生姜焼き、豚の生姜焼きとか、ハンバーグとか、そういうのも全部映像で見た、血だらけになって、一生懸命生きようとして叫んでた子たちなんだって気づいたときに、これってなんか自分って悪いことをしてないかなって思ったんですよね。動物に対して、そこからビーガンになりました。動物さんのお金払うのやな。なるほど。じゃあビーガンになっても変化何かあるか。はい、変化は特にすごい変わったってことはないんですけど、動物たちを本当に個人として見るようになったし、何をするにもなんか動物と接するときあまりなかったけど、接するときはなるべくなんかこの子は何を思ってるんだろうとか、相手の立場を考えるように意識するようになったのかなと思います。なるほど、はい、それ以外にもなんかビーガンになって感じたこととか、生活自体の満足度とか、なんか今後の目標とか何かあったら話してください。感じること、なんか個人的には目の前にワンちゃんとかがいて、その子に暴力をしない理由と同じで、自分は暴力がたとえ自殺で起きていようと、工業で起きていようと、その暴力自体行われている行為みたいな感じだから、どこにもサポートしたかったら必要ないって思って、だから満足度最初なんだけど、結構なんか本当に当たり前のことだなって感じています。誰かに苦しませない、苦しんでいるなら、そこにお金を払ったりとか、応援したり、サポートしないこととかで、私から見たら、それは当たり前のこと。
であって、でも過去はやっぱそれは知らなかったから、うん、何が起きてるんだ、うん、動物たちに強制入院とか暴力されたりとか、うん、殺されたり生きられたりとかするわけで、食い止められたりとか、うん、まあ餌をね与えずに芸させて、芸したらじゃあご飯食べてるっていうこととかしたりとか、知らなかったから今まで逆に知らないで動物を搾取することが当たり前だった。けどやっぱ知ったら知ったで、それが通常に変わりました。なるほどね。知らないとさ、気づかずやっちゃうってことは、まあ、往々にあるし、まあ、自分も今でも考え続けなきゃいけないというか、まあ、常に新しい動物搾取の産業って生まれたりするじゃん。それも、まあ、今ビーガンになってる人でも、なんか知らなかったらそこにお金払っちゃう可能性あるし、なんかそのあたりはなんか普段からいつも考えてること、俺も共通してる、うん、何か目標とか。目標は動物たちの、まあ、現状、うん、彼らがいるところとか、どこで何をしているのか、私たち人間は動物たちに何をしているのかっていうのを、本当にひたすらに伝えていきたいなって思います。そしたら最後に、今見てくださってる方に、マナから何か告知があったりとか、まあ、紹介したい SNS のアカウントとかあれば、喋ってもらうと、うん、まあ、メッセージというか、何か言いたいことがあると言ってもらって、はい、お願いします。私、個人的に動物の現状が分かるドキュメンタリーがあるんですけど、一、うん、つが、ドミニオン2018っていう、うん、概要欄にも貼っておきます。と、あと世界で一番重要なスキーっていう、そのエイリオリスキーっていう海外のアマチュアの第一活動家が大学でスキーをするやつなんですけど、それがすごく、まあ、基礎程度とか、ちょっと苦手意識とか、苦手だなとか言ってるかもしれないけど、まあ、そういう人はそれを見ると分かりやすいのかなと思って。グロテスクな映像とかショッキングな映像はなんか流れる前にちょっと警告が入るから、まあ別にそういうの苦手な人でも見れると思います。この2つをもし興味がある方は見てください。こんな感じですかね。ということで、今日はマナに来てもらいました。皆さんも、もしよかったらこのチャンネル登録してもらって、これからもこのヴィーガンになったきっかけは、みんなにいろんな人にこう聞いていこうと思ってるので、それも追っかけてみてもらえればなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。じゃねー。俺はただのニーチェでもビーガン、うん、じいちゃんになってもかっこいいじゃん。誰でもいいんだ、リーダー信者関係ない、審査なんてない、小さな世界で鎖に縛られたい、身近なところで言いたがってない。